フロントのね車高調交換してたんですけど、まあ外れねえんすよ、納得が。だからちょっとあの腹立ってイライラしてるんで、簡単なあのホイール紹介を簡単なホイール紹介をね。でこれあの夜光るようにしてみたんで、ちょっとまたやってきます。これはあの例の訳ありホイール。でこっち来て、これもこれがですね 8J の38、タイヤは22545とかあったよね。でこっちも履いてますけど、あの車高調取り付け編に出しますが、これは 8J の45 22545。タイヤがね、あ、いっか。で、あの小指ちゃんからはあの血が出てまして、まあ、なんでかっていうと、ね、ヤフオクでね、ちょっと安いホール買ってきました。まあ、なぜかっていうと、お金がないからですね。これです。マーヴェリック。こうやって。カメラ越しで見るとそこそこ綺麗なんです。近寄ると腐食がありますね。全部4本通しで 8J の45と38です。後ろに38つけて前に45つければいいかな。まあちょっと洗ってきましょうか。軸鋼塗料を爪楊枝でちょん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 塗っていきます。うわ、なんか伸びるなこれ。こんな感じでやっていくか。はい、軸鋼塗料塗ってみましたけども、これでちょっと電気消してみますか。あれ、機能的に映んねえなこれ。まったいいじゃん、マーベリー。